こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、あなたが女性にアピールをした方がいいことをお話しさせていただきたいと思います。それはですね、何かというと、あなたがアピールした方がいいこと、それは例えばあなたがお子さんが好きだとしたら、すごいアピールしてください。自分は子供が好きとか。でもしね、お姉さんとか、ね、妹とかでも弟とかでも、とにかくご兄弟がいて、姪っ子とか甥っ子とかいる人は、姪っ子甥っ子自慢、姪っ子甥っ子が可愛いっていう話をね、結構大げさにでもいいからしてあげてほしいんですよね。そうすることによって、女性はあなたともしね結婚して子供が生まれた時に、自分たちの子供もすごい可愛がってくれるんじゃないかっていうふうに思っ勝手に思ってくれるわけですよね。なので、もしね、あなたが本当にね、子供がすごい好き、まあ姪っ子甥っ子とかいなくても、これ子供がすごい大好きだっていう話をしたりとか、まあこう道行く子供とかもね見ては、あ、すげえ可愛いなみたいな、マジ可愛いよね子供みたいな感じで子供好きアピールすると、女性はあなたにすごく好印象を抱きます。あとね、まあお年寄りに優しかったりとか、とにかく弱いもの、子供、お年寄り、動物とか、そういうね弱く見えるものを好きとか、好かれるとかね、自分が好きだったり好かれるっていうと、もうそれだけであなたは優しい人なんだなって勝手に女性が思ってくれます。で、優しい女性は基本的に女性は好きなんでそういう風にアピールしてください。で、子供好きは本当に大げさでいいんでね、ぜひアピールしてあげて、あなたの印象をアップさせてください。ではですね、メルマガ登録と、LINE のお友達登録ですね、コメント欄の方に書いてありますの で、メルマガと LINE は違うことを言ってますので、両方ね登録してください。で、 YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。